た勢いに乗るったって、こっちもだいぶ消耗してるだろう。らしくないな、孫策。勢いに乗った攻めは君の得意とするところだろう。それに今はまたとない好機なのだ。好機？なるほどな。ガッチから前線を押し上げ、結春までをこちらの勢力下に。天領の守りは厚くなり、後に巨匠への道も開かれる。はい、義もそれは承知しています。こちらが一呼吸を置いたなら、すぐさま呪春の守りは堅固となるでしょう。そうなのか。じゃあやるしかねえな、ここまで剣にばかり重荷を負わせたから。さく、我らの騎馬で若き虎の道を開くとしよう。ああ、どうぞ親父。はあ、はあ、はあ、よし。お前なんか逃げるな。
戦場で軍を競わん。敵将廃死にが討ち取った。その勢い誰にも止められますまい。
よし、進むぞ。この先も罠には気をつけねばな。のこのことやってきようって。今だ、かかれ。ならば打ち倒して先へ進むのみ。また敵の増援が来るやもしれません。それがしは周辺の偵察に向かいましょう。ちょうどいい。
戦先だ。終わったところだぜ。たったこれだけの戦力で敵の守りを打ち破るとは、やはり武門孫悟は兄上が率いるべき。私は兄上に全てをお返しします。何言ってんだケン、ここまでやってきたのはお前の力だろう。ですがそして今の孫悟はお前の大きな理想のもとで戦ってる。
俺たちにできるのはお前を支えて手伝うことくらいだぜ。いえ、でも父上、父上からも兄上に俺も策に後を託した身だ。偉そうなことは言えんな。あ、そんな。あとは頼むって言っただろ。やってやれ、ケン。うん、かけよケン。お前の進む先にこそ新たな時代があるのだ。はい、お二人から託された孫悟、必ずや天下へと導いてみせます。